はよう。おはようございます。何時に起きました？あーね、今日ね、5時半に起きようと思ったんだけど、何時に起きたっけ？なんか夢がね、もう忘れちゃったんだけど、夢が楽しくて夢見たいと思ってもう一回寝たら45分くらいに起きました。金魚ありがとうございます。今日は二度寝しました。だから寝ずに待ってた、寝ずに待ってた。あ、昨日ね寝れなくて、寝れると思ったけど寝れなくて、だけどなんか天井で遊んでたら寝てました。おはようございます。でもね、楽しい夢だったんだけど何の夢かも忘れちゃった。今日8時まで配信します。でもちょっと朝なのでカラオケはしません。チューナがありがとうございます。天井で遊んでてなんかこうやってね鼻の横がかゆい、こうやって電気あるじゃないですか、まあ、電気じゃなくてもいいんだけど、まあね、右手で天井で遊んでない、手と目で遊んでました。なんかこうやって上にして、上じゃなくてもいいんだけど、右目とね左目でね見てる世界が違うって思って、でもどっちも違かったら本当の場所はどこなんだろうって思ったっていう昨日の夜をなんか天井に手やって言ってた。そしたら寝てた。おはようございます。目覚ましに叩き起こされました。よかった、ちゃんと使えてちゃんと使えてよかった。でも昨日は12時過ぎぐらいに寝ました。なんか夏休みさ、私寝てるんだけどなんか早く寝る習慣がなくなって、最近夏休み中に夜中にハリーポッター見たりしてそう言って寝ました。お疲れ様です。おはようございます。宿題はもう大丈夫です。あ、大丈夫、あのちゃんと普通にやったん学校に持っていくだけ。おはようございます。自由研究はないんですよね。私生まれたから自由研究したことないんですよ。宿題出たことなくて。花束ありがとうございます。そう、自由研究の宿題出たことなくて、したことない。そう、どうなんだろう。だからなんか自由研究がすごいメジャーなのを知ったのはすごい大きくなってから。自由研究ないんだよね。なかった。ちょっと今の学校だけだったのか。どうなんだろう。やったことないんだよ。ハートありがとうございます。アリの巣、あ、でもアリの巣、やったことない。近所の男の子がやってて仕事行ってきます。いってらっしゃい。おはよう。ハートありがとうございます。読書感想文、読書感想文はめちゃめちゃ出てました。
中3まで出てた。はい、ありがとうございます。でもそんな嫌いじゃなかった。読書感想文めんどくさかったけど。部活なくなっちゃった。暇です。そうだよね。なんか結構さ、学校とかもさ、コロナでさ、できないこと増えたもんね。暇な時はなんだろうね、暇な時はもう YouTube 見まくるとか。おはようございます。牛乳パックでロボット作らなかった。なぜそれ、みんな作るもんなの？作らなかった、作らなかった牛乳パック。すごい。こういうのでできない。授業でできないことは、あったっけ。でもなんかさ、高校生入ってから、高校生になってからコロナだからさ、前がどんなものかわかんないけど。バラありがとうございます。なんなんだろうな、行事系じゃない。でもなんか運動会とか、私今年やったけど、運動会とか、それこそ修学旅行とかできない学校は多いと思う。あんま分かんないもんだって。バラありがとうございます。あー、朝顔の成長記録とかやった。朝顔の絵描いたもん、めっちゃ下手だったけど、そんな成長記録。夏休み学校行くの本当に嫌だった。おはようございます。おはようね。調理師で、調理実習は確かにできないね。できないね、確かに。そう、今は絵が上手になったからさ。成長記録つけたい。私のですか。でも全然つけられ、どうなんだろう、つけられそう、わかんない。おうちゃんの成長記録、何歳の時に何々ができるようになりました。おはようございます。ね、でも新潟も場所によると思うけど、新潟市は割と雨大丈夫だったか。私絵上手になってます？なってるかな。夏休み何してた？あ、なんか冬、そりゃ冬か、夏もかな、なんか俳句覚えてました。俳句とか百人一首大会が学校であって、それで覚えてた。で覚えて、おばあちゃんと覚えて、覚えてた。それがめっちゃ覚えてる。あとなんだろう。金魚ありがとうございます。くっつき虫のイラストはセンスいいよ。あれ私じゃないんですよ。あれ考案したのお母さん。あれはもうママのセンス。でもね、あれよ、あのママのセンスです。なんかどうだっけ、
一番最初に生誕グッズを考えるってなった時に、あのママとママに何がいいと思う、何変えたらいいか分かんないって聞いてそしたらあれ教えてくれて、あ、そういえばこんな絵もあったねって。でもなんか原案はママだけど、あれですね、なんかちょっとなんか原案とはちょっと違くなっちゃった。私は同じつもりで描いてたけど、なんかママに、いや、それは私が描いてるのと一緒じゃないって言われたってママに言われたから違うらしい。全然一緒だと思うんだけど違うらしい。おはようございます。でもなんかあれ結構好きなんです。だってえ、また私今まで 3個生誕グッズ出してるけど全部にあれ入ってる、やば。来年も入れようかな、ちょこっとそう、ママ完全否定まではいかないけど、それはママが描いたのと全然違うよって言われたおはようございます。あのね、黄色い初期の一番初期の生誕グッズの T シャツも1匹いるの1匹ピンクのあのくっつき虫がいるんですよ。あれもあれもいるので、2019年のグッズが1匹でしょ。で次の2020年だから去年の生誕グッズは16匹でしょ、まあ、16歳になったから16匹いて、で今年のが4匹だから、まあ、数的にはあれだけど、でもね、その一番最初にあの生誕グッズ考えた時になんか分かんなすぎて分かんなすぎて、でもう次来年のデザインはこうしようっていうのをもうね決めてたの私1年前から来年はこうしようって決めてたのが16匹のくっつき虫でした。だからね、今は水にかける。でもくっつき体はくっつき虫かけるようにかけるようにみんなでみんないつでもかけるように。でも結構あれ簡単、あれサインと同じくらい早くかけるようになった。もうなんかかきすぎて、あれありがとうございます。丸描いて丸描いて黒目描いて触覚出してシッって描いて123グイン123 1212 1212 1212って描けば描けるんですよねこれ丸描いて丸描いて黒目描いて触覚書いて C 書いて123グイン123 1 1 2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 
私なんかサイン会とかだとさ、あれなんだよね、結構直接だからね話せるんだけど、でもオンラインでも確かに話せるか、ホワイトボードあるもん、くっつき虫の書き方教えてくださいってしたいさ、しゃべり会で言ってください、おはようございます。ハワちゃん自身最近くっつき虫してるの？そん
してない、そんなしてない。すごいなんか真剣に答えたっけ。おはようございます。人並みです。人並み。あおちゃんのトレードマーク、そういうわけじゃないと思うんですけど、そういうことなのか。でもブロッコリーとくっつき虫じゃない、あおちゃんって言ったら。じゃないか。テルマありがとうございます。488日目あと20、あと18日、あ12日。学校ではくっつき虫のリクエスト、あなんか書きました。なんかあれです、なんか私の学校のお友達絵うまい子多くて、なんか絵うまい子多くて、それでなんか体育の記録用紙にすごい絵描かれたからやり返そうと思ってくっつき虫描いた。それで使っただけ。言うてそこまでブロッコリー感ないよね。ちょっとさ、もう何ブロッコリー感どうなのか分かんないけど、でもまあ NGT の中だったらあると思うよ。NGT の中でブロッコリーって誰ってなったら青ちゃんってなると思う。多分世間的に言ったらそんなことないのかもしれないけど、ちょっとみんなで自信持っていきましょう、そこは。おはようございます。橋さん週間にありがとうございます。おはよう。ちょっと自信持っていこう。そうだ、インスタの写真もブロックに2本も持って写真撮ったりしたしさ。でもNGT の中で一番ブロッコリー好きな自信はある、それはある。おはようございます。だって多分何差し入れっていうか、いつだっけ、夢しなかな、夢しなの初日の時にブロッコリー茹でてくださったんですよ、安藤さんが。それすごい嬉しかった、めっちゃ食べてた。ビジネス感あるとか言わないでください。ビジネス感は私は求めてないし。おはようございます。隠れブロッコリー好きいるかもよ。いや、いてもいたとしても私の方が多分好きな自信あるし、多分何青ブロッコリーといえばってなった時、その人より青の名前出てくると思う、 NGT 内だったら。おはようございます。ブロッコリーには醤油はかけないです。塩、絶対塩。ありがとうございます。なんかちょっともっと平和に行こうよ、みんな。みんなもっと平和に行こうよ。ブロッコリーでもなんでなんだろう、なんでもない。ブロッコリーを塩で食べるのは酒飲み。すごいなんか私絶対食べ物の話したらそういうコメント来る、絶対。食べ物の話するためにあおちゃんは酒飲みになるね、絶対絶対来る。私もそうだと思うけど、そうはなりたくない。仕事し行ってくるね、行ってらっしゃい。
あおちゃん好きな食べ物はブロッコリーと縁側と枝豆とトウモロコシ。でもね、もっとある、もっとある、収まりきらない。多分牛タンとかも好き。いや、お肉全般好き。モンブランが好きです。モンブランも好きだよ。でも甘いものも好きだけど、甘党っていうほど甘党でもない。ハートありがとうございます。多分何、甘いもの食べたら結構人よりすぐにあもう無理ってなっちゃうかも。だから甘いものよりしょっぱいものが好き。おつまみ系、おつまみ系全般好きだけど、なんかまだ知らないおつまみもある。全然いっぱい。おいしいものが好きなんです。おいしいものが好きなの。だってみんな一緒でしょ。千切りキャベツはもう普通に食べれる。うん、食べれない。食べれない。でもドレッシングにもよりますね。納豆とは最近どう。納豆をいつだっけ、2ヶ月前とかかな、なんか急に苦手になった時があって。私納豆めっちゃ好きで、納豆常に冷蔵庫あったんですよ。あったんだけど、なんか急に食べれなくなって、そっから納豆食べてないんですけど、最近納豆食べたいってまた思うようになった。なったけどまだ食べてない。でも納豆食べ、ハートありがとうございます。なんか千切りはさ、キャベツの千切りのさ、キャベツの千切りというよりかはなんか生のキャベツが本当にわからないんです、私。いや、わかるんだけど、キャベツに申し訳ないことはわかってるんだけど、本当にね、キャベツだけは本当に苦手なの。だからなんかあれだから、なんか何、そのなんでブロッコリー食べれんのにキャベツ嫌いなのって言われるんだけど、え、だってキャベツの方が味するじゃんって。ブロッコリーの味とキャベツの味、ブロッコリーの方が癖強いでしょって言われるけど、全然どこが癖強いんですかって。牛乳はね、今でも苦手。でも牛乳単体で飲むのが苦手なんですよ。牛乳なんかちょっと牛乳食べれなくて、あ、飲めなくて。でも牛乳寒天は食べれるの。でもそれが謎だよね、私自分でも思う。なんでなんだろう、牛乳寒天全然食べれるのに牛乳飲めないの。あ、茹でれば食べられます、キャベツ。なんか茹でれば全然食べられる。じゃあ長ありがとうございます。そういうことなのか。でもね、私のお母さんもなんかそんな感じ。なんかチーズ、何、火の通ってないただのチーズ、スライスチーズとかは食べれないのにピザとかのチーズは食べれるみたいな。私のお母さんもそんな感じ。きちんと冷やせば、 でも確かにぬるい常温の牛乳よりかは冷やした牛乳の方が美味しいのはわかる。けどわかるけど、けど牛乳飲めないんですよね。なんか
でもね、牛乳嫌いも遺伝なの。おはようございます。牛乳嫌いも遺伝で、おばあちゃんも牛乳嫌いだし、お母さんも牛乳嫌いだから、これも遺伝だと私は思う。でも給食の時とか本当に嫌だった。なんかでも先生によるじゃないですか。なんか嫌いな食べ物はもう無理して食べなくていいよ先生と、いや嫌いなものでも頑張って食べなさい先生ってさ、2パターンいるじゃないですか。2パターンいる。私なんか割となんかその無理して食べなくていいよ系な先生になることが多かったんですけど、小学校4年生の時の先生がいや頑張って食べなさい先生だったから、なんかすっごい給食大変だった。大変で、なんかよくあるじゃないですか、なんか昼休みって掃除の時間があるからあるじゃないですか。で机を後ろに下げ、一回下げなきゃいけないから、何？一回下げなきゃいけないから、その下げなきゃいけないんですよ。でも給食食べ合ってないから掃除しないで、あの給食何？机を後ろに下げられたまま掃除の時間食べてるみたいな人だった。笑、ありがとうございます。って思ってた。で一人で食べて、えもう無理です先生食べれませんって言って言ってた、言ってて、それでなんかもう掃除の時間終わった後の昼休みになっても無理ですって言い続けたら、じゃあいいよって言われた。本当に牛乳だけはそれくらいもう必死だったんです。でも小学校5年生から中学校まではあのねあれだった、大丈夫な先生でした。掃除一日の最後ではないの、最後じゃないんですよ。でも小学校の時だけ昼休みの前だったけど、中学生から放課後になりました。私がありがとうございます。だから今も放課後です。放課後っていうか放課後です。あの放課後、放課後です。ありがとうございました。さよならの後です。昼休み遊ぶ時間でした。なんか昼休み長すぎて、昼休み何分あるんだろう今。なんか昼休み長すぎて早く帰りたいから昼休み短くていいのにってちょっと思ってる。シアナがありがとうございます。これありがとうございます。そう、昼休みは屋上行けるの？屋上鍵かかってて入れない、いつも屋上。おはようございます。昼休みはなんかでも小学校の時に昼休みに外に出なきゃいけなくて、絶対最終8時までです。あの外に出なきゃいけなかったの全員だから、なんか特別な理由がない限り外で遊ばなきゃいけなくて、しかもなんかそれもね、先生たちが昼休みになったら見回りに来るの、外出なさいって。見回りに来るような小学校で外に行ったか、それかひっそり隠れて図書室行ったか。なんか外行ったけどさ、
バラありがとうございます。そうなの、昼休みなんかそういうルールあって、でもなんか中学校ってさあんまりなんか校庭で遊ばないじゃん。いや遊ばないような学校だったんですよ、東京の学校も新潟の学校も。だから仲いました、ずっと。なんかいて、なんか普通に過ごしてた。でもね、中学校の時は一回だけ鬼ごっこしたことある。なんか新潟来てからの学校で、なんだっけ、もう卒業間近とか、中学卒業間近になって、その時に校庭じゃないんだけど、なんか学校の門がある側のところでみんなで鬼ごっこして、それが中学校一番の思い出。図書室とか座る席決めてた。私絶対窓側座ってました。窓側が一番好きだった、どこに関しても、学校の席とかも窓側が好き。鬼ごっこしてたけど、すごい汗かきだったから、昼休みの時だけでも汗が汗だくなってた。で次の授業めっちゃ汗かいてて、友達少ないき、そう。友達少なかったわけじゃない、まあ、少なかった、多くはなかったけど、なんか新潟に来てからなんかちゃんと割り切ろうと、何割り切ろうと思ってなかったんです。なんかアイドルと学校生活みたいな、割り切ろうとしなくて、それはなんかもう新潟にアイドルをしに新潟に来たんだから、私は学校生活もちゃんとはするけど、そんなになんかアイドルの方が優先と思ってたから。おはようございます。友達とも全然遊んでない、遊んだこと1回ぐらいしかないし、全然なんかそんな感じじゃなかったけど、でもだから高校生になってちゃんと学校の友達作ろうと思ったし、なんかと思った。おはようございます。でもね、中学の時は卒業間近で結構仲良くなった。仲良くなったけど、仲良くなりました。その子たちとは今でも連絡を取ったりする。おはようございます。お豆変身系の神に触れないってことは届いてない。いつですかそれ。お豆の変身系の神ってどういう神ですか。とても可愛い、ちありがとうございます。中学のお友達と遊びに行くことはあるの。遊びに行くことは、まあ、新潟のことはまだない。でも東京の地元の友達も、なんだろう、会うことがまだ全然ないけど、実家帰った時とかお正月とか近所散歩しました、友達と。なんかもうコロナだからどこも行けないねってなって、で地元の友達と
近所散歩したっていうそれくらいだもんだ。式ありがとうございます。ありがたいです。え、でも友達、友達大事だよって思う。さあ、金魚を散歩したんです英語で自己紹介してみて。My name is ルタテアオイ。I'm happy。 携帯のアップデート仕様少し変わったから、あ、昨日の届いてました、いました。地元の友達はもうみんなです。でもなんかすごいね、ショックのこと、ショックの話なんだけど、なんかね、今年の誕生日がね、おめでとうメッセージの人数ちょっと減っちゃったの。おはようございます。なんかちょっと減っちゃったんだよね、おめでとうメッセージちょっと減っちゃって、何人かに私の存在忘れかけられてるって。おはようございます。でもその代わりなんかここの友達から LINE 来たからプラマイゼロだなって思って。朝のあおちゃん3000人すごいよかった。朝にしておはようございます。 Twitter はツイッターはめちゃめちゃ多かった。ツイッターなんなら去年より多かったっていうくらい多かったんですけど、そう、で私の LINE はそんな感じだった。でもプラマイゼロだから。そうそう、リア友、リア友っていうか普通にお友達から。かまってちゃんです。待ってちゃうんじゃないけど、多分めんどくさい人だと思う。何？普通になんかすっごい細かいこと気にしちゃう。だるまありがとうございます。なんかすっごい細かいこと気にして、絶対に人に言うと絶対にそんなこと考えない方がいいよって言われることを永遠に考えちゃう人。ツイッターのフォロワーさんも増えました。お誕生、あとインスタも増えた、嬉しい、すごい嬉しい。インスタあと300人ちょっとで1万人いきます。仕事の待機場所について見てます、ありがとうございます。細かいことどんな、細かいこと、まあいろいろ。でもなんか最近ってわけでもないけど、なんか前以上にそんなに人の目は気にしなくなった。なんかってなったけど、なんだろう、今で言うとなんだろう、なんだろうな、なんだろう、ちょっとパッと思い出せないけど、なんかママにめっちゃ言われる。考え、なんか変なこと、細かいこと考えすぎても多分それ意味ないよって言われる。おはようございます。意味ないことはないと思うんだけど、
でも考えちゃうよね、いっぱい。ね、でもインスタもね、あと300人で1万人ってすごく嬉しいですよね。でもなんか最近はちゃんとなんか割り切れるようになった。それは人としての成長ですね。まだだけど、忘れるの時間かかるけど、ちゃんと割り切れるように。で、何？なんかそれにとらわれすぎてさ、他のことがさおろそかになったらなるのすごい良くないなって思ったから、ここ1年くらいの間に思ったから、ね、ちゃんとなんかちゃんと自分をコントロールしなきゃいけないって思った。モチベーションとか、そんなもろもろ。いろんなことが起きるから、悩んでる暇もないよね。でも確かになんか、忙しい時ほど、確かに悩む暇ないから。スッキリしてられるところはあるかもしれない。ラーメンの汁を全部飲むか残すか気になって夜も眠れません。それは細かい、それは細かい、それは細かいけど、そうね、確かに。いやもうそれはさ、なんかその時になって、その時になってもどうしようか判断しましょう。やっぱりもうそうし、何もうその時なんだけど、わかんないから、その気持ちなんて飲み干すか飲み干さないかなんて。前向きなポジティブになったもんね、だいぶ。でも昔からポジティブはじゃあポジティブって言ってですよ。落ち込む時は一度落ち込み切るんだっけ。あ、そうしてました。なんか今もたまにそうするけど、なんか物によってはなんかその落ち込みの原因によってはもう落ち込み、ずっと落ち込み切ることもあることを知って、なんか解決方法がなかなか、まあ、それも考える時間としてはいいのかもしれないけど、なんかちゃんと何切り替えるときは切り替えようって思うようになった最近。だからといって別になんかその落ち込んでる原因を完璧に忘れてるってわけじゃないけど。ハートありがとうございます。仕事忙しくて悩む暇がない方がいいんでしょ。悩む暇がない、それもさ、でもお仕事しててもなんかさ乗り越えるとこっていっぱいあるじゃないですか、普通にお仕事しながら。だからなんか時間があるときにそればっかより、なんかさお仕事してるときのそのちょっとなんかちょっとの乗り越えるものをこうやって乗り越えていくのが好きなんです。なんか忙しいときとか、なんか忙しいときとかの方が頑張るものが明確にあるから頑張りやすいみたいな。はい、ありがとうございます。からそれがなんか好き好きっていうか楽っていうか。
検温部はもう検温部はもう破棄されたんです残念なことに、残念なことに破棄されたからさ、まあ、何があったかは言えないけどさ金魚ありがとうございます。星ありがとうございます。なかなかすごい悪い。でもなんか検温部なんかすごいリアルじゃないですか。検温部ってリアルにできそうだし、リアルに活動の幅広げられそうと思ったんだけど、いろいろとあってなんか断られちゃったから断られちゃったからちょっと青ちゃん悲しい、悲しいよね。検温部すごいいいと思うんだけど、うん、楽器の問題とかじゃないの、それ以前の問題。早く言ってくれれば、早く言ってくれれば私はちゃんと分かってたのにさ。まあまあまあ、それはもう前から決まってたことだから。できます、いってらっしゃい。そうだから、でもなんかひのちゃんとかひのとかと慶応部じゃないけどなんかできたらいいねってのを話してる。ちょっとひのちゃん歌歌って青がピアノ弾くみたいなのは何かしたいねみたいな話はしてしてしてるんだけどハートありがとうございます。まあ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 、ハートありがとうございます。まあそれもポジティブにポジティブに、今はそういうタイミングじゃなかったっていうことですね映画の再現、確かに。あーもうカンタータとか懐かしすぎて、めっちゃもう前の記憶って感じ。カンタータわかる、なんかカンタータさすごい、なんかヒノのさ歌、ヒノがカンタータの曲レコーディングしてるの、なんかめっちゃ何時間もレコーディングしてるし、私そんな歌えないと思って、すごいよね。金魚ありがとうございます。あおちゃん歌唱力出るな、出ます、出ます。え、なんかさ、え、もうなんか曲決め始めてる人とかいるんですかね。私まだ曲リストもらってないんだよね。でまだいないよね、まだなんかあれだよね。方向性決めた、まだ決めてない。方向性っていうかまだどの曲あるか分かんないけど、まだ決めてない。でも早く決めたい。そう、何でもいいわけじゃないんですよ。なんか何選ぶの、なんかクリスとか来てで選ぶんですよ。だから結構同じ曲の人とかいるじゃん。でも私多分バラード苦手だと思うって最近思った、声的にも。でもな、結構結構曲もある。でもなんか1回目がどんなだったか分かんないけど、そう、予選はそうなんです。予選はあのあれのリストがあって、そっからやるけど、それ以降は多分自分たちで決めてた気がする。日野とか
回 NGT メンバー多いよね。思った、マナとかも参加するって。私マナのめっちゃ楽しみ。マナ歌うまい。なんかさ、マナって古澤マナちゃんってなんかすごいんですよ。なんか何でも淡々とこなせんの、あの人歌もうまいし、ダンス初期から上手なんだよね、マナ。なんかうまいの、すっごいうまい。あと細いし可愛い。古澤マナちゃんめっちゃ淡々とこなすの、なんでもね、だから結構多いから NGT 楽しみ今年。人でありがとうございます。ね、リカさんとかがたねえさん、あとななこさんもですよね。ありがとうございます。そうそう、だからね、楽屋も寂しくない楽屋も寂しくないです。なんかすごい恥ずかしいな。でも NCT で確かに少ないもんね。去年出る人も少ない。どうなんだろう。でも私前回もお母さんに言ってないんですよ。多分今も知らない、私が歌唱力だったこと前に言ったら多分歌えないでしょって言われるからありがとうございます。今年もママには言わないです。言ってないんですよでもなんか日野がすごいんだよってことは日野がサインになったとか言うんです。すごくないって言うけど、自分の娘が歌唱力に出たことは言ってないおはようございます。ジャイモン揃うの久しぶりです。テラヒナの生誕以来だからすっごい久しぶり。おはようございます。はい、54分になったので明日の夜ご飯を発表したいと思います。え、前回出たことも言ってないんだって。言ってないの、本当に言ってないの。私隠してるとかじゃなくて言ってないのに気づかないだけはい、ということで明日の夜ご飯を発表したいと思います。鉄の私がありがとうございます。今日ハンバーグなので、どうしようかな。あ、決めた。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん。あとどうする人、あ、忘れてなかった、餃子です。明日は餃子にしましょう。皆さん最近さ、なんか餃子食べたくて仕方なくて。でもさ、一人暮らしってさ、餃子作るの大変だよねっていつも作ったことないけどさ、餃子って100個くらい作るイメージだからさ、ね、餃子を食べましょう
ありがとうございます。こんな感じで明日の配信時間は、あ、明日の配信時間を夕方くらいにしようと思って、夕方って言っても18時とかから配信しようかなと思ってます。なので明日は夕方18時、夜の6時から配信するので見に来てください。18時ってなんかいつもと違うから変な感じだけど、そんな感じでよろしくお願いします。お腹すいた。ということで本日のスクショタイムはしたいと思います。餃子ポーズ、まだ手がつりそう。撮れました？6時は夕方の6時です。餃子撮れました？餃子ポーズ、はい、ということで今日のランキングを読みたいと思います。 Let's go!行きます。13位ゾンさん、ありがとうございます。12位ベロさん、ありがとうございます。11位シロさん、ありがとうございます。9位マー君さん、ありがとうございます。10位マー君さん、ありがとうございます。9位ヤマピーさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位 JIN さん、ありがとうございます。6位美咲ちゃん、ありがとうございます。5位福ちゃんさん、ありがとうございます。4位タカラさん、ありがとうございます。3位トゥエルさん、ありがとうございます。2位ヨックンさん、ありがとうございます。1位ねむいむいさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。今日は夜公演で大声ハルカッチの生誕祭です。ハッピーハッピーバースデイということで今日も公演頑張ります。みんなも今日一日頑張ってね。バイバイ、ありがとうございました。明日も会いに来て、なんなら今日の DMM もお待ちしてます。ということで おやすみじゃない。バイバイ、ありがとうございました。